おめえが避けられないすごい攻撃をしてやるだぞ。今から充電するからちょっと待ってるだぞ。いちいち全部言ってくれる。セーブしとこう。セーブセーブセーブ大事。うわー、どれぐらいまで持ちこたえてくれるだろうか。まだ空いてないっぽい。あの声どこまで聞こえてくるかな。でもまだドスドス言いよらんね。大丈夫っぽい。怖いよー。あー、とりあえず逃げ切れたな。よしよしよし。おも、あー、でもここも通ってくるよね。デガボン大丈夫か。風車小屋の場所ですか。それならこのピューピューヒルをずっと降りてください。テレサのお屋敷に行く途中にありますよ。あざす。え、何、デガボンが来るって。今体力は大丈夫だね。あれ、あなたたちを助けに行った奴らはどうしました。今食い止めてくれてる。きっと無事なはず。え、ドガボンが来る。やだやだ、食べられたくない。逃げて。え、秘密が分かってそれでドガボンに追われてる。大変だ、隠れなくちゃ。急いで隠れてね。セーブしとこ。過剰なぐらいセーブしてちょうどいいと思う。ドガボンがやってくる。大変だ大変だ。みんな隠れて。風車小屋ですか。それならすぐそこです。でも匂いで分かってしまうんかな。ドガボン、これか。よっしゃー、使ってやるぜ魔法の鍵。普通に使われてんじゃねえかよ。これを壊すのか。なるべく体力削らずに行きたい。この先立ち入り禁止。絶対重要なんや。立ち入り禁止のところにもハイパークリボーはいるんですね。あれ、この先立ち入り固く禁止。さらに強くなった。でもまだハイパークリボーはいると。マリオを差し置いて逃げるの早くない？この先立ち入り絶対禁止。どこまであるんだ？おー、ここか。心臓？なんだおめえは。生意気な心臓だな。何？マリオだと？さては誰かが。オラがドガボンの本体だってことばらしやがったんだな。ん？今初めて聞いたよ。城にいるドガボンはオラの抜け殻で。本物のオラがこっから操っているだけだって、誰かがおめえに喋ったんだな。めっちゃ喋ってくれるやん本人。やっぱり誰も信用できねえ。オラの不死身の理由を知られたからにゃ、ここから返すわけにはいかないんだぞ。でもあれはね、抜け殻状態であっても言葉も体を通じてちゃんと発することができるんやね。覚悟。心臓と戦うのか。直接心臓叩かれたら確実に死ぬことない。大丈夫。連続ジャンプ。連続ジャンプな、ちょっとやめとこっか。ハンマーかな。今は選べない？どういうこと？なんで選べないの？あ、じゃあ普通にジャンプするわ。よしよし。レサレサビンタ透き通り、驚かし。あー、とりあえず透き通り一回やっとくか。透き通り、これは何のコマンドもない感じ。グヘヘヘヘヘ、おめえが避けられないすごい攻撃をしてやるだぞ。今から充電するからちょっと待ってるだぞ。いちいち全部言ってくれる。でもすでにこれ言われちゃんと言ってくれるってことは、これ言われて透き通りすればいいってことやんね。ジャーンプ。
じゃあさっきの透き通りはまだ意味なかったってことか。あのターンだけってこと。お化けの姉ちゃんおめえうまそうなんだな。後でオラが食べてやるから待ってるんだぞ。まあなんて失礼な。私があなたなんかに食べられてたまるものですか。マリオ、こんなやつさっさとやっつけてしまいますわよ。おおほほほほ。ことは今は普通にダメージ受けるな。ひえ気持ち悪い。結構なダメージきついぞ。すっきり爽快。なるほど、タイミングやな。でもあの後まだ一回もレサレサのターン来てないんよね。どのタイミングで透き通りすればいいんだ。あ、とりあえず透き通りしとくか。毎回しとけば間違いはないやろ。でもここでもう終わってしまうよね。連続ジャンプするかな。あれ毎回押さんといかんのか。やばいってやばいって。すっきり爽快。でもこれってダメだな。すっきり爽快じゃダメやね。ちょっと待って、アイテム、スーパーキノコ、これ少しの間って書いとるけんさ、これやったら一定の間、一回限りじゃないってことかな。他スーパーキノコ2つあるしね、一回使おう。危険だよ。とりあえずレサレサビンタ。やっつけたよ。やっつけてないんかい。めっちゃやっつけたんかと思った今。ここでまたちょっとすっきり爽快をしておけば、本当はねマリオ攻撃して補助をしていただきたいんだけども、仲間キャラに。これ間違えた、まだやった。レサレサビンター 100%。 おーすごい。集め出してよ今やね。しまってよ、連続ジャンプいくかとりあえず。いくぜ。全然続かんな。でここで透き通りすればいいんやね。オッケーオッケー。これコマンドないけん楽よね。で避けられると。ダメージなしやろ。よき、そういうことや。そういうことですね。普通にジャンプでいっか。全然いけんかった。ふう、これとりあえずもう一回回復しておきまして、でレサレサビンター、これいいよね。なんかフラワーポイントの消費がないのに 100% まで溜まったらダメージ5与えれるってことやもんね。あれめっちゃいいやん。とりあえずここでジャーンプ、これも成功したらダメージ4与えれるし、透き通り。よしよしよし。ここで一回また回復しておく。フラワーポイントもちょっと少なくなってきたけんね今。
で、ジャンプ。よしよし。体力どれぐらいあるんやろ、レサレサビンター。とりあえずまだ今貯めてないもんね。やっつけたんかと思うやん。めっちゃやっつけたんかと思うやん。紛らわしい。ジャンプ。お、アンリアちょっとまずいぞ。ここはひとまず逃げるぞ。おー、逃げてた逃げてた。心臓が絶対あのジャンプでもめっちゃダメージ受けよる気がするけど、でも逃げるってことは後からまた戦闘あるんか。逃げてったぞ。回復とかできるんかな。ハイパークリボーたちがおらんくなっとるね。あのむき出しの心臓外出てったら逆にやばくない？ちょっと一旦セーブしとこ。怖いもんね。よし、こうなったら合体だっぺ。うわ、本体回復したいって。やられてたまるか。心と体で力を合わせておめえをやっつけてやるだ。マジかよ。おい、いや不利やろ。確実に不利やろ。あ、これで攻撃の順番入れ替えれるんよね。なるほど。とりあえずジャンプ。でもさっきの心臓への攻撃でだいぶ弱ってはくれとんかな。どうなんやろ。そこでいちいち回転されるとな。てか、あの攻撃のさパターンが分かってないけんさ、最大でどれぐらいのダメージがこっちに来るんかが。うっ、ギョフーン。ええ、拍子抜けすぎるんですけど大丈夫。しまった、合体したら不死身じゃなくなっちゃうんだぞ。そうよ、大丈夫か。元の不死身じゃないオラに戻っちまったんだぞ。降参だぞ。今までに食べたお化けたちを返すから許してくれ。何なの、胃に溜まってるの。うわ、消化はされないのか。ホラは本当は体がでかいだけの気の弱いやつなんだぞ。こんなやつと戦わされるんならもう不死身なんてなりたくないんだぞ。かわいいな。おおほほほほ、ざまあ見ろですわ。おまけに仲間も助かって言うことなしですわ。でもこれからみんなにはドガボンを脅かさないように言っておかないといけないですわね。私たちドガボンが臆病なものだからついつい面白くて。あ、そういう、いつも驚かせてからかったんですの。あ、それで不死身になって復讐されおったんか。ちょっとそれは性格悪いぞ。でも反省なんかしてませんわ。驚かせるのはお化けの生きがいなんですからね。ふん。それにしてもなかなか刺激的な経験でしたわ。こんなんドキドキしたのは初めて。それと、5本、少し勉強になりましたわ。私ももっといろいろな世界を見た方が良さそうですわね。そういうことですから。私もう少しあなたとご一緒しようかと思いますの。どうかしらマリオ。もちろんよろしいですわね。まあ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 、決まりですわね。私と一緒に旅ができるなんてマリオは幸せですわよ。おおほほほほほ、自己肯定感がすげえ。さあマリオ、約束通り星の精をあなたにお渡ししますわ。セバスチャン、出てらっしゃい。おお、一体どこから。さあマリオ、受け取りなさい。あ、この場で。おー、来た来た。ん？これで何人目やっけ？ 3？イエーイ、ステージクリア。
ドガボンの不死身の謎を解き明かし、マリオたちは3人目の星の星を助け出すことができました。ドガボンもどっかに行ってしまい、テレサたちもこれで安心して暮らすことができるようになるでしょう。ピューピューヒルに吹く物寂しい風も今だけは喜びを歌っているようです。新しい仲間レサレサともにマリオたちは次なる冒険に向かうのでした。